はい、皆さんこんにちは、今日ご質問いただいている内容です。24歳で一度転職をしていますが、現在29歳で転職活動中ですが苦戦しています。年齢によって人事が求めることに違いはありますか？29歳女性の方からご質問いただいております。この方おそらく2回目の転職活動ということですよね。でちょっと今これまで29歳で社会人になって何年か分からないですけど、どういうことをされてきたのかが分からないので、年齢によって人事が求めることは違いがありますかというところにフォーカスして話をさせていただくと、確かにその大体第二新卒とかだと、ね、入社して3年以内っていうところなので、大体25歳6歳ぐらいまでのところの企業さんが多いんですけど、そこを求めている部分が。でそこと例えば30歳前後の方だと、確かにまあマーケット的には見られ方は違うかなというふうに思います。29歳でも大きく見れば若手なんですけど、転職マーケットの世界においては、29歳30歳超えてくると、どちらかというとその第二新卒とかだと将来を買ってもらうんですよね。過去の経験も見はしますけど、どちらかというとその方の人となりとかこれからの熱意とか、新卒採用にちょっと近いような形になると思うんですけど、そういう30前後とかなってくると、どちらかというと過去の方を重視されるかなというふうに思います。過去に全く同じ業界で同じことをしてた人とは求めてないんですよ、企業さんも。ただやっぱり違う業界で仕事してきて、それをうちの会社に来た時にどういうふうに生かしてくれるのみたいなところをメインに見られると思います。なので即戦力というとちょっとなんていうかハードル高く感じるかもしれないですけど、即戦力とまで言わないんですよ。ただこれまでやってきた経験が御社のこういう業務に活かせるんじゃないかなというふうに思いますということをきっちり伝えていかないと、なかなかその若いから頑張ろうねということだけでは評価されない部分というのが現実にあるのかなというふうに思うので、そこをまずご理解いただければなというふうに思います。